何考えてるかわからない？そりゃそうだよ。別に何も考えてないからね。議論というのは勝ち負けを競うものではなく、一番良い結果に導くためのものなんですよね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解く、スタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。今回お送りするのはメインストーリーのシーズン0積載編です。こちらの日向しおんくんが怪我した子猫を兄ちゃんと名付け拾ってきた場面からお届けしていきます。その兄ちゃんの保護方針をめぐってまさに議論されていくわけですが、まだ瀬尾研究室のメンバーたちもお互いにわずかな溝がある頃のお話です。どう展開していくのか注目しながら早速続きをご覧いただきましょう。どうぞ。あのね、まずは兄ちゃんを見つけた駅前で母猫を探してみるけど、見つからなかったらちゃんと飼ってくれる人を探す。あ？自分で飼いもしないのに拾って名前つけてんのか？だから責任持って見つける。僕のマンションはペット禁止だし、シオン君のお家はお父さんが猫アレルギー。イサギ君も一時的に預かることはできても飼うのは難しいらしい、うん、一晩はねイサギ君が預かってくれたんだよね。自分には無理だと申し訳なさそうにけれどはっきりと言った、まあ、自己主張の弱いタイプのキャラクターなんですが、そこまで言うということは何か事情がありそうですね。で、見つからなかったら大丈夫、その時は俺が自分の部屋から出さないようにして買う。じゃあ最初からそうしろ、それが本当に可能ならな。意地悪な言い方だね。いや、客観的な意見だ。そうだな。まあ、イクトさんの言ってること今回は正しいと思う。ヒカル君はね、こうやって一歩引いて客観的な目線で物事を見るタイプなので、まあ、その客観的意見には正しいと賛同していくんだね。言葉と意地は悪いけど。はあ？あのね、僕も友達とか先輩とかできる限り声かけてみるし、どうしてもダメだったら奥の手で保護猫の譲渡会のボランティアに参加してる友達に相談してみる。そうなんだ。すごい、ヒカル君、そんな友達もいるんだ。すごいのは僕じゃないけどね。でも人脈がね広いのはすごいことですけどね。でもまあそういう相談多くて困ってる話も聞いてるから、できるだけ頼らずに済めばいいなとは思うんだけど。そっか。ほら、でも兄ちゃんはまだ子猫だし、もらい手は見つかりやすいと思うんだ。いい人とご縁がつながるように可愛く写真撮ってあげなくちゃね。そっか、紹介するためにね写真も必要だよね。そうだね。いい人とのご縁とやらがつながるまでの世話どうするかもちゃんと考えとけよ。何の生き物もある程度育つまでは手間かかるんだろ。潔に丸投げすんのか？丸投げって。すいません。え？あの、本当は俺なんかのところでよかったら、この子しばらく家にいてもらうつもりだったんです。休みの間も帰省ぐらいで他に何の予定もなくて、だからそれだけどうにかしようって。でも昨日実家に連絡したらいろいろ都合もあるからどうしてもって、結局明日からしばらく帰ることになって、ちょっと距離もあるので連れて行くのも難しくて。そっか、そうだったんだ。だからちゃんと責任を持てないのに中途半端に手を出してしまって本当にすいません。うん、わかった。ありがとう。いえ。お礼なんて、違う、俺は。あのね。遠くに住んでる家族に、せっかく会いに行ける機会なのに、兄ちゃんのためにどうにかしようって思ってくれて。俺が助けたいって、わがまま言っただけなのに。一緒に同じくらい、大事に考えてくれて嬉しい。うん、こうやってね感性が豊かなところが潔くんの良さですし、そこにシオンくんは気づいているんですよね。シオン、あのさ、病院に連れて行こうって決めたのは3人の意見だから、責任持つのも3人で
だと僕は思ってるんだけど、違った？うん、違わないと思う。よかった。僕、仲間に入れてもらえてないかと思って焦っちゃった。そんな。すいません、そういうつもりじゃ。うん、冗談。だから、みんなで考えよう。どうすればいいか、どうしていくのが一番いいか。うん。はい。さて。とりあえず、今日は、イサキくんを頼りにしてもいいのかな？あ、明日の夕方までは大丈夫です。じゃあ。その後だね。うちに連れて帰るか、誰かに預かってもらうか、結構急ぎだね。おい。こっち見んな。ねえ。イクトさんのマンションって。ダメだ。まあ、そうやって口出しするんだったら責任持ってくれよというところでしょうか。まだ最後まで言ってない。たく。バレバレなんだよ。だいたいそんな毛を撒き散らかすミニチュア生物が俺の城に来ようもんなら、ルンバに地獄の果てまで追い回されてしまいだ。こいつが無慈悲に惹かれてもいいのか。ルンバのスイッチ切ればいいだけじゃない？そうだな。代わりにお前らが家の床のゴミを日がな一日吸い込むバイトするなら考えてやる。あ、パワーハラスメントだ。うわぁ、助教ハラスメントだ。ジョハラだ。まったく。何がジョハラだ。毎回満開、しょうもないコンビ芸を披露するな。とにかく俺は断固拒否する。あとは先に言っとくが、瀬尾さんも。あれ？いや、おはよう。瀬尾さん。おはようございます。どうしたんですか？今日来る予定ないって言ってたよね。ああ。そうなんだけれど、ちょっと気になってね。でしょうね。絶対来ると思いました。さすが、イクト君だね。ああ。君が兄ちゃんだね。警戒するように後ずさりした兄ちゃん。それを見た瀬尾さんはそれ以上近づかずにゆっくりその場にかがみ込んだ。兄ちゃん VS 行動心理学のプロフェッショナルってことでしょうか。兄ちゃんの心理は読めるんでしょうか。瀬尾さん、猫怖い？そうだね。いきなり近づいたら怖がらせてしまいそうで。でも可愛いね。うん、瀬尾さんが猫は怖いんじゃなくて猫の気持ちを言ってあげるっていうのがね、瀬尾さんの優しさを感じます。ん？瀬尾さん、それ猫のおもちゃですか？うん、ペットショップに寄ってきたんだ。本当はおやつがいいかなと思っていたんだけれど、お店の人に小さい子にはあまりあげない方がいいと教えてもらって、好みが分からなかったからいくつか良さそうなものを選んでもらった。また余計なものは、というか買いすぎでしょ。初孫を喜ぶ祖父ですか。今日もツッコミ絶好調ですね。進めるのが上手な店員さんでね。ああ、ちょっとこっち見てますね。気になるのかな。そうだね。さて、気に入るものはあるかな。そうして床に並べたおもちゃの中の一つ、小さなボールを瀬尾さんがゆらゆらと少し揺らして見せた瞬間、包帯を巻いた兄ちゃんの尻尾がピンと立った。瀬尾さんがそのままゆっくりボールを兄ちゃんの方へ転がすと、ふん、すんすん、ちょいちょい、前足でつついて転がして遊び始めた。かわいいね。よかった。お気に召したかな。みたいですね。かわいい。あれ？てってって。ん？すごい。兄ちゃんが自分から寄っていった。どうやら遊ぶのが好きな子みたいだね。だけど、それだけじゃなさそう。瀬尾さんには一回もシャーってしてないし。うん。瀬尾さんは優しいって兄ちゃんにもわかるんだね。
戦っても勝てそうだから警戒するに値しないとでも思われてんだろ。ちょっと悔しいな。はぁ、誰がだ。あのね、瀬尾さん。ん？瀬尾さんのマンションってペット飼える？いや。ダメだ。いやいや、イクトさんに聞いてない。いいか、自分の面倒を見るのもギリギリの瀬尾さんに。子猫の世話なんて高難易度ミッションをぶっ込むな。家庭内事故が頻発する。もう、イクトさんって本当に瀬尾さんのことなんだと思ってるの？まあ確かにね、まあ、瀬尾さんは感情を揺さぶるような出来事っていうのが記憶から抜け落ちる、まあ、記憶障害お持ちですけれども、まあ普通に生活はできそうですけどね。どうなんでしょう。たく、だいたい瀬尾さんはな、今は俺の論文チェックで忙しいんだよ。余計なことで煩わせるな。イクトさん、自分のことだけ考えるの良くないよ。なんとでも言え。そうだね。うん、イクト君の論文をしっかり見てあげたいのももちろんそうだし、生き物と暮らしたことのない俺が一人で預かるというのは少し不安があるかな。だから一つ提案なんだけれど、彼の行き先が決まるまでみんなで協力してここでお世話をするのはどうかな。え？ここって、つまりこの研究室で。うん、しばらくの間だけということなら問題ないと学校側にも許可をもらったから、どうだろう。はあ、やっぱりそうなるんですね。ほら兄ちゃん、はい取ってきて。と猫、俺の足元をうろちょろするなって何度言えばわかる。あ、なんだよ、やんのか。お前何撮ってんだ。カネコに喧嘩売る大人げないイクトさん記録しとこうと思って。いい写真イサキくんに送ろう。うん、もちろん。おい、その写真万が一にでも流出させたらお前らまとめて島流しの刑に処すからな。えー、いつの時代なの。兄ちゃんが来て1週間、僕らはなんだかんだ毎日この研究室に集まっている。最初は警戒していた兄ちゃんもだんだん慣れてきたのか威嚇はほとんどしなくなったけど、やっぱり一番懐かれているのは、すん、ん、あれもうおしまい、どこ行くの。カリカリ。お昼寝タイムみたいだね。瀬尾さん、今ってドア開けても大丈夫ですか。ああ、どうぞ。ほら、いいって、よかったね。うん、瀬尾さんに懐いているんだね。ちょこちょこと跳ねるように走っていった兄ちゃんはいつもの定位置、瀬尾さんの足元の日だまりで丸くなった。ん？光くんも俺に何か用事があるかな。いえ、兄ちゃん幸せそうだなと思って。それじゃ失礼します、ここ閉めますね。うん。なんか俺も眠いかも。今日いいお天気だもんね。おやすみ。たく、ずいぶんのんきにしてるが、里親探しは進んでんのか。うん、ちゃんとやってる。まだ見つかってないけど。いいか、猫をうちに置いておけるのは春休みの間だけだ。あともう1週間もないんだから、キビキビ探せよ。まあ、ちゃんとね、大学側も一時的にって話だから期限があるんですね。わかってる。このままここで帰ったらいいのにな。うん、兄ちゃんもここまで懐いちゃうとね、大丈夫なのかなって思っちゃいますけど。ん？なんか言ったか。まあ、猫ってね、帰巣本能がありますからね、ここが自分の巣だと思ってしまうとここに戻ってきちゃいそうだけど、大丈夫かな。うん、言ってない。興味持ってくれてる人は何人かいるし、きっと大丈夫だよ。ほら、あと少しでイサキくんも帰ってくるしね。うん、寄生虫か、イサキくんはね。里親は見つかったのか。
イクトさんは毎日まるでスケジュールのリマインドみたいに同じことを繰り返すけれど、なるほどね、そういう機能ありますよね。本日は何々ですってやつね。これがただの小言ではないことを僕も多分シオン君もちゃんと分かっている。ここでずっと帰るわけじゃない。情が移ったら離れるとき辛い。だから気持ちを注ぎすぎる前にちゃんと飼ってくれる人のところに送り出すべき。うん、そうだね。それがイクトさんの優しさだよね。そういうイクトさんなりの優しさもあるんだろうと思う。まああとはね、まあ瀬尾さんが変に愛情を抱きすぎてしまうと記憶障害のね、まあところに悪い影響を与えてしまいそうで、その怖さもあるんでしょうね。シオン君はもちろん、瀬尾さんが兄ちゃんを見る目がとても優しいから。慣れたり遊んだり、僕らみたいに分かりやすく構うわけじゃないけど、あの表情見ちゃうとな。まあ猫ちゃんもね、そうやって触られるよりはなんかね、じっとしてる方が喜んでもらえるらしいですよね。あんまりこういうスキンシップっていうのを好まない猫ちゃんが多いですよね。あ、飼っていた猫ちゃんが去年亡くなって新しい子を迎えようか迷っているという元バイト先の店長。少し考えさせてほしいと言われて数日、ようやく届いた LINE を開いてみると、あ、シオン君。おい、おい、急にでかい声出すな。何事だ。やった、飼いたいって言ってくれる人見つかったよ。そっか、まあでも確かにね、まあそういう出会いがあると別れもあるわけで、まあ悩む気持ちもわからないでもないですよね。でも飼う決意をしてくれたんだね。あんた。それから数日、新しい家族として迎えさせてほしいと言ってくれた店長は大学まで兄ちゃんを迎えに来てくれた。はい、どうぞ。この段ボールに今食べてるご飯とかおもちゃ、あと猫綱のストックも入ってます。怪我を見てもらった病院とか、まだ打ってないワクチンのこととか、まとめたメモはこの封筒に。段取りがいいね。ありがとう、すごく助かる。いい人たちに拾われたね、君は。かぁ眠そう。いつもなら寝てる時間だもんね。そうだね。シオン君はキャリーバッグにおとなしく収まっている兄ちゃんに元気でねと小さく声をかけた後、大切そうに抱えていたそのバッグを店長の方へ差し出した。じゃあよろしくお願いします。はい、大切に育てます。ああ、ヒカル君の信頼する人なら何の心配もないね。うん、安心。少し寂しそうにしながらも笑ったシオン君の背に少しだけ手を添えた後、瀬尾さんもキャリーの中の兄ちゃんを覗き込んだ。いつもと同じ、何も言葉はかけずにただ微笑んでゆっくりと離れた。それがなんか絆を感じますよね。ここまで迎えに来てくださってどうもありがとうございます。帰り道どうかお気をつけて。いえ、そんなに遠くもないので。じゃあそろそろ行こうかな。はーい、またお店にも遊びに行きますね。うん、よかったら皆さんも一緒に。店長が車の助手席にキャリーを乗せようとした瞬間、急に兄ちゃんが騒ぎ出した。お別れと気づいたんでしょうか。あらら、どうしたかな、車怖い。あ、何か言いたいことがある時の声だ。あ、そういえばそうかも。遊んでほしい時とか、ご飯欲しい時とか。ねえ、ちょっとだけ車に乗せるの待ってもらってもいいですか。ええ、ただここでキャリーを開けるならちょっと気をつけた方が。大丈夫。あ、そうして少しだけシオン君がバッグを開けた瞬間、隙間から飛び出した兄ちゃんが走って向かったのは、ね、瀬尾さんの足元だった。懐いてるんだね。あ、瀬尾さんの靴に頭をこすりつけてゴロゴロ喉を鳴らしながらそこで丸まろうとする兄ちゃん。それを見つめる瀬尾さんの瞳は大きく揺れていた。うん、これは嬉しくて記憶から
失われてしまうんだろうなってのも感づいている目なのかもしれませんね。今まで一度も見たことのない顔だった。元気で。ゆっくりとした動きで兄ちゃんを抱き上げて、その小さな頭を撫でる。そうして瀬尾さんは再びキャリーの中へ兄ちゃんを下ろしてカバンを閉じたけど、兄ちゃんは最後まで泣き止むことはなかった。走り出した車を見送りながら、瀬尾さんがぽつりとこぼした寂しくなるねに、僕は少しだけ嫌な想像をした。だけど気づかないふりをして、そうですねと笑った。この嫌な想像というのが記憶から抜け落ちるということなんでしょうね。その嫌な想像よりも悪いことが起きるなんて、ほう、思わなかったから。ん？これは。研究室に戻ってしばらく、瀬尾さんが不思議そうな顔で何かを拾い上げた。あ、それ。ん？何ですか？あ、ボール。うん。ソファーの下に落ちていたんだけれど。ああ、そんなところにあったんだ。私そびれちゃったね。兄ちゃんのお気に入りだったし、今度みんなで遊びに行くときに持っていこうか。うん、行きたい。おや、ヒカル君にはお兄さんがいたんだったかな。え、ううん、いないですよ。僕一人っ子だから。急にどうしたんですか？いや、今ヒカル君がそう呼んだように聞こえたものだから。誰か友達の名前だったかな。ん？友達？え？何言ってるの？兄ちゃんは兄ちゃんだよ。ん？ついさっきの出来事だったんですけどね。すまないね。ああ、なるほど。申し訳ない。知らないうちに少し欠けてしまったみたいだ。やっぱりさっきのことで記憶が。うん、これは兄ちゃんの存在そのものを忘れてしまっているんですかね。今そこまで誰かを見送りに行ったことは覚えているんだけれど、それが兄ちゃんさんかな。え、何かにひびが入って静かに割れる、そういう音が聞こえた気がした。え、うわ、の、ん？イクトさん。ああ、分かってる。瀬尾さん、メモを確認してください。一週間前の夜の分から。何かを察したのか、瀬尾さんは無言で手帳を開いた。ページをめくる音がいつもより早い。瀬尾さん。兄ちゃんじゃありませんよ。この三人が拾ってきてもらい手が見つかるまでここで世話をしていた猫の名前です。ニーニー泣くから兄ちゃんだったはずですよね。わかりますか？うん。これは。瀬尾さん。兄ちゃんがわからないの？うん。丁寧に見てもらったけれど、どこも異常はなかったから。大丈夫だよ。翌日、病院で一通りの検査を終えて研究室にやってきた瀬尾さんは、そう言って普段通り穏やかに微笑んだ。特に潔くんには俺の記憶のことを詳しく話していなかったから。すまないね。驚かせてしまっただろ。申し訳なかったね。いえ。今回のように部分的な記憶ではなく特定の存在そのものを忘れてしまうというのは頻繁にあることではないんだけれど、初めてでもないんだ。そうだね。関わる記憶の総量が比較的少ない、かつ思い入れや感情の揺れが強いと稀に起こるようでね。例えば何度も読んでいる本のストーリーはよく覚えているのに、主人公の名前やセリフだけが綺麗に抜け落ちたことがある。うん、そうなんですね。うん、じゃあ小説とかね、読むとき大変ですね。瀬尾さんの記憶障害は短期記憶から中期記憶への移行時に起きる障害とされていて、長期記憶に定着したものに関しては基本的に失われないけれど、当然例外もある。原因不明の先天性疾患。瀬尾さんの記憶障害は
治療法どころか原因すらはっきり分かっていないからだ。考えてみれば、あの喫茶店の壁時計の件だって長期記憶がなくなった例外だった。あれも初めてじゃないって言ってたから、考えてた以上に例外は多いのかもしれない。うん、光くんの予想をはるかに上回る規模とスピードで記憶が失われているよね。何が起こるかわからない。極端なことを言えば、明日会った時に瀬尾さんが僕ら全員のことを忘れているなんてことも可能性としては存在するということ。すまないね。思い出せなくなってしまったことは、彼、兄ちゃんにもみんなにも申し訳ないけれど、どういう過ごし方をしていたかはメモに記録してあるから、もし彼のことで何か抜けがあったら補足してもらえると助かるよ。うん、わかりました。瀬尾さんも逆に確認したいことがあったら気軽に聞いてくださいね。ありがとう。そうだね。それじゃあ、俺は少しやることがあるから。はい、お疲れ様です。そうして瀬尾さんが教授室に入っていったのを見届けた後、おもむろにシオンくんがソファーから立ち上がった。シオン。うん。ちょっと行ってくれ。え？行くって？いいから。おっとけ。行ってくるってことは気が済んだら戻ってくる気なんだから。そうだね。荷物もそのままだし、そうかもしれないね。少し待ってみて、ちょっとで帰ってこなかったら様子見に行こうか。はい。結局日が傾き始めてもシオンくんは戻ってこず、僕らは二人でシオンくんを探しに行くことにした。研究室を出て一人で考え事をしに行ったとしたら、行き先は多分、ああよかった、やっぱりここにいた。うん、みんなね、心理学のプロだからこそ優しいアプローチをしていきますよね。シオンくん。お。ヒカルくん、イサキくんも。ねえ。なんかお腹空いちゃって、おやつ買いに行ったら買いすぎちゃったんだ。一緒に食べない？うん、食べる。ありがとう。あのね。瀬尾さんが自分との思い出を忘れちゃうこと自体は、ちょっと寂しいけど、別にいいと思ってたんだ。少し風が冷たくなってきた夕方の中には、瀬尾さんが好きなチョコをかじりながら、シオンくんは一つ一つの言葉を確かめるように話した。ほら、覚えてたいことは俺が覚えてるし、瀬尾さんもメモしてる。頭の中にあるか手帳の中にあるか、それだけの違いだなって。うん、うん、これはね、ヒカルくんとイクトさんで話していた記憶と思い出の違いとなんか通ずる部分がありますよね。でも今回兄ちゃんとの思い出じゃなくて、兄ちゃんを忘れた瀬尾さんを見てすごく怖くなった。自分も瀬尾さんに忘れられちゃうかもしれないって考えた。うん。それから今の俺の何倍も瀬尾さんは怖い思いをしてるのかもって考えたら、どうしようもない気持ちになった。どうしようもない気持ち？俺は大事な人に忘れられるより、忘れて思い出せなくなる方が怖い。瀬尾さんはどうだろうって。シオン。それでこのこと瀬尾さんとちゃんと話したいと思ったんだけど、考えても考えても自分の中にあるものをうまく言葉で表せなくて、ずっと同じところをぐるぐるしてる感じ。ああ、そうなんだ。困ったな。シオンくんの言うどうしようもない気持ちは一体何なんだろうか。どうして瀬尾さんとそのことについて話したいのかもわからないし、人との対話をためらわないシオンくんが今回に限って話すことを悩んでいる理由もわからない。シオンくんが瀬尾さんに向けている大きな感情の名前が、中身がわからない。どういう言葉をかけるのがいいんだろう。シオンくんは今どんな言葉が欲しいんだろう。まあ、ニーズに応えようとするっていうのはね、ヒカルくんの性格ですよね。
答えを探していたその時。その、大丈夫だと思う。え？イサギくん？ねえ。大丈夫って？それは。説明できなくても、シオンが言葉にできない気持ちでいることは、瀬尾さんは分かってくれる人だと思う。その、もし分からなくても、分からないまま受け入れてくれる。俺はそうやって何度も助けてもらってて、だから。うん。振り絞るように話す潔くんの一言一言をじっと待つように。シオンくんはまっすぐにその目を見ていた。何度もうつむきながら、それでも顔を上げて話そうとしている潔くんの目を。俺なんかがこんなこと言っても何にもならないって。分かってるんだけど、でも。ん？でも？でも。今ここで話してくれたこと、そのままそれだけでも、大事なことは伝わると思うから。だから、大丈夫。なんとかそこまで言い切った潔くんは、今にも泣きそうな顔をしていて。そこまで聞いたシオンくんは、嬉しそうに笑った。うん、そうだよね。瀬尾さんはそういう人。俺余計なこと言っ、ごめん、俺なんかが偉そうに。潔くん、余計じゃないし偉そうでもないよ。だから泣かないで。ありがとう。すごく嬉しかった。まあ潔くんの方が先輩ではあるんですけどね。すごいな。瀬尾さんを思うシオンくんの気持ち、僕にはどうしてもわからなかった。それを潔くんはきちんと汲み取ってシオンくんと向き合った。潔くんはね、こう優しさが必要な場面にスッと入っていくのが上手なキャラクターですよね。人の気持ちに寄り添うってこういうことなんだろうな。いいな。ヒカルくん。ん？迎えに来てくれてありがとう。いえいえ。瀬尾さんと話してぐるぐるが解決するといいね。うん。話せば間違いなくシオンくんが今感じてる不安は解決すると思うけど、瀬尾さんの方はどうかな。瀬尾さんの中に忘れて思い出せなくなることへの恐怖があるとして、その恐怖に優しく寄り添ってくれる人がいるのは大きな救いになるかもしれない。だけどこの問題のゴールは恐怖の解消だと思うし、そのゴールに一緒に恐れるだけでたどり着くのは正直難しいと思う。なら次の一手としての最適解は何か。僕は二人みたいに瀬尾さんの心の中身を詳しく汲み取ることはできないけど、まあ、こういう思いがヒカルくんにはあるんですね。まあ、潔くんからするとね、ヒカルくんが憧れな存在なんですけどね。まあ、実は認め合う関係性なんでしょうね。問題を解決するためのアプローチは一つじゃないから。ねえ。シオンくん、潔くん。はい。何？一つ提案があるんだけど。聞いてくれる？ほう。と、ヒカルくんが思う最適解が気になるところではありますが、今回はここまでにしておきましょう。いやー、なんだろうね、このゲーム全体のコンセプトなんだろうけどさ、一人一人のキャラクターがとても優秀なんだけど、だからこそ自分一人で解決しようとした時に壁にぶつかる傾向があるかもね。その優秀な力が合わさるからこそ、一人一人では成し得なかった新たな大きな力が生まれていく。そんな可能性をいつも見せてもらえているような気がいたします。自分のペースをしっかり守れるシオンくん、わからない相手に対してもとにかく寄り添いに行ける優しい潔くん、一歩引いて常に客観的な正論を見つけることが得意なヒカルくん、3人の力が合わさって、さらにイクトさんや瀬尾さんの見守りもあれば、正論が必ずしも解決策とは限らない次なる一歩へ向かっていきそうな気がいたします。さて、そんな感じで男性目線で彼の気持ちを紐解いていく
乙女ゲーム実況のコンセプトで今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。